はい、皆さんどうも DT タイムズようこそ、今日も引き続き頑張りたいと思います。はい、本日はなんですけど、なんと DT 水郷祭の方に今年も行ってまいりました。はい、ということで、どうも稲嵐です。気になるもの、まあ、かなりダイジェストではあるかもしれませんが、能見選手とですね、津山選手と、行ってまいりました。はい、船の上で見る水郷選手最高でした。いつもねお世話になって連れてってもらってる方がいるんですけど、本当に感謝してます。ありがとうございます。ちょっとねシーズンがすごい忙しくて、すごい大変でですね、こうやってなかなか動画を回すタイミングもなくてですね、かなり大変なんですけど、しっかりと回していきたいと、しっかりとね頑張ってオフの方もですね頑張っていきたいと思いますので、皆さん引き続き応援の方よろしくお願いします。花火の動画に移る前にですね、少しだけ告知させてください。はい、実はですね、10月の末にですね絵本の販売がですね決定いたしました。はい、内容もですねほぼほぼ、もう完成に近い状態でですね、あとは印刷したりとかするだけなんですけど、皆さんの手に取ってもらいたいと思っているので、DT がよく行くお店の方にはね、チラシだったりが、配ってあります。URL の方もですねぜひチェックしてみてください。そこから新しい情報だったりね、 Amazon の予約だったりね、どんどん情報を更新していく予定なので、ぜひですね皆さんよろしくお願いします。はい、それではお待たせしました。津山選手と能見選手と見に行った花火の方をご覧ください。どうぞ。新宿綺麗よね。品川のどの辺住んでんの？どうやん。どうやん。ちょっと残念。ちょっと残念なんだよ。また今年も2年連続でカラオケする。あのちゃんの YouTube には負けますが。それ以下は怖い怖い、その言い方出演料取られるかもしれない。あのちゃんどうだった？あのちゃん可愛い、優しかった。あのちゃん